えー、ということで、始まりました、音北旬のそれ政作にします。第8回目でございます。よろしくお願いします。はいえー、この番組は、えー、参議院議員で日本維新の会政調会長の音北さんと、えー、弊社ポリポリの共同企画で、えー、ポリポリに登録されている様々な有識者の方に政策提言をしてもらい、音、え、北、ー、さんのお眼鏡にかなったものは、えー、政策にしていってもらおうというものでございます。はい、ということで、今日もちょっとぶっ続けで、日本撮りで、先ほど第7回目で、 この第8回目ということなんですけれども、おときさ,さん何か意気込みの方を最初にお願いしてもよろしいでしょうかはい、もう毎回テーマの触れ幅がすごいっすよね。<laughs> <laughs> さっきまで大学改革の話だったら、今度は3、はい、ですね、<laughs> いろんなテーマを横断しやってるので、まあでも頭の切り替えをしつつですね、幅広いテーマで取り組んでいくとは、多分見てる方も面白いと思いますので、えー、今回の,あの提案も楽しみにしております。今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。ということで、8回目のゲストは、一般社団法人薬局支援協会代表理事でいらっしゃいます、竹中隆之さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。 ではまず簡単に自己紹介いただいて、そのまま、えっと今日話したいテーマだったりとか、えー、制作提言の方をいただいてもよろしいでしょうか。わかりました。では画面共有させていただきます。と改めまして、竹中と申しますと。実はですね、1984年生まれで、音喜多さんと非常に近しい世代であの親近感があります。また、ンチの父でもありますので、その辺もいつもプロフィール見ながらあの思っておりました。 と私自身は薬剤師でして、東京立薬科大学という薬学部を卒業した後はですね、とまあ、製薬会社に勤めた後、2012年に株式会社バンブーという会社を創業しております。で、その後ですね、2016年にと一般社団法人薬局支援協会という協会をですね、設立いたしました。で、ま,あ、まずはですね、最初に自己紹介した後にですね、とまあ、私自身薬剤師として思うことをこう主張させていただければなと思っております。 とまずはあの、まあ本業ある、本業である株式会社バンブーという会社はですね、薬局と介護と美容という3つの事業をやっております。と2012年創業なので、今年でちょうど10周年を迎えた会社となっております、まあ在。事業の全体像としてはですね、薬局4店舗と介護、デイサービスとか、あとは訪問介護やっていたり、あとは美容事業をやっていたり、あとは YouTube などもやっております。ちょっとこの辺は省きながら、 ご紹介していいければと思いますこちらは薬剤師向けの YouTube もやっておりまして、とまあ、最近だと電子処方箋についてとか、まあ、一般の方も分かりづらいような用語の解説などもしている YouTube を運営しておりますで。薬局を4店舗運営しているんですけれども、割とこと特徴的な薬局を運営しておりまして、まあ、一般的なこう病院の隣にあるような薬局ではなくてです、ね、まあ、在宅にこう力を入れているような薬局などをやっております。 なかなか、一般の方だとその在宅医療に薬局ってイメージつかないかもしれないんですけど、割と最近はやっぱり在宅医療っていうものに注力する薬局が増えてるっていうのが、この業界なのかなと思います。まあ、例えばですけども、三鷹で運営している薬局は、ですねそもそも在宅に特化した薬局でして、と今だとターミナルケアといって、まあ、週末期ですね、まあ、最後ご自宅でケアするっていうものを薬局としてサポートしているような、そういった薬局がありますと。 で横須賀の薬局はですね、まあ、在宅はもちろんやってるんですけども、と割と過疎地域にありますので、とドラッグストアとかも近くにないんですね。なので、ドラッグストアみたいに一般薬品とか健康食品、まあ、介護用品なども幅広く取り揃えているような薬局などもやっておりますで。世田谷にある夏目薬局というところはですね、とまあ と予防に力を入れておりまして、と検体測定室といって、まあ、薬局で指先から取った簡単な血液で、まあ、健康チェックができる、と糖尿病の主となるような HBM1C を測定できるような機械なども置いていたりします。で何かこう、まあ、問題がある患者さんがいた場合にはです、ね、と近くの病院をと紹介する、そういったこともやっております。 でまあ、最後のこの薬局はですね、まあ、地元の農家さんとこう提携してですね、野菜を販売する中で、薬局の存在をしてもらってと、健康相談につなげていくといった、そういった取り組みをやっている薬局を運営しております。とざっくりですけど、ここまでがあの自己紹介とさせていただければなと思います。で、本日こう、ぜひお話ししたいなっていうところはですね、大きく2点ありまして。 2点とも全くこう視点が違うんですけども、とまずは聞いていただければなと思いますで。1つ目は薬局の可能性を知ってもらいたいというところで、私が運営しております薬局支援協会が何をしているかというとです、ね、みんなで選ぶ薬局アートというイベントを開催しております。でやっぱりです、ね、結構薬局で素晴らしい取り組みをしていてもです、ね、一般の方からするとです、ね、薬局の違いがわからないとか。 結局、乱立してて、どこの薬局がいいのかわからない、薬剤師は裏で何やってるのかわからないと、そういうお声をこう聞く中でもどかしい思いがありまして、どうやったら一般の方に薬局であったり、薬剤師の取り組みをしてもらえるか、そうなった時に思いついたのが、このみんなで選ぶ薬局カードというイベントになります。 何をしているかというと、ですね、全国から素晴らしい取り組みをされている薬局さんを募集して、一次選考、二次選考を通じて、最終的に決勝に残った薬局さんに、一般の方に向けて取り組みを発表してもらう、そういったイベントを開催しております。で今年で第6回を開催しまして、今まで100以上ぐらいのエントリーですかね、いろんな本当に取り組みされている薬局さんが集まっているイベントとなっております。 まあ一言で言うとですね、まあ、薬局の甲子園をみんなに見てもらいたいと、そういったイメージをしてもらえればなと思います。で、まあ、詳しくはですねと、ホームページ等で公式レポートであったり、YouTube 等でも発表が見れるので、見ていただければなと思っております。ちょっとここでは簡単にあの第6回の,あの出動された薬局の皆さんの,あの内容を少しだけ触れればなと思います。で、毎年6組の薬局の皆さんに発表していただいててですね、 と割とこう地域に薬局が出て薬,局薬剤師が出ていって、まあ、健康サポートをするといった、まあ、内容が多くなっております。で、こ、まあ、今年のこの舞鶴薬,薬局さんというオーディエンス賞を獲得された薬局さんはですね、有薬局カフェといったイベントを開催していて、まあ、そこでランチを、まあ、栄養士の方が監修のランチを提供する中でと、健康教室をやっていると。で、健康教室はですね、と行政の方とか、 と他の医療職種の方に講師になってもらって地域で地域の人たちを支えていくといったイベントをやっているような薬局となっておりました。であとはですね審査員特別賞を受賞された小鹿野薬局さんはですねなかなかコロナ禍で外に出ていかないご高齢の方孤立化されているご高齢の方が多いので薬局が地域に出向いてそこで健康教室をやろうと。 というところで、キッチンカーをですね、と薬局が運営していて、とキッチンカーで過疎地域に行って、そこでドリンクを提供しながら、と健康相談であったり、とか健康のセミナーを開くと、とそういったことをやっている、と薬局さんです。で、今年の最優秀賞は、と徳吉薬局さんという薬局さんで、病児保育室という、と保育園ですね、を、あの、薬局と、こう、協力、連携してやっているといった。 薬局になっておりますなかなかやっぱり病児を受け入れる保育園というものはやっぱり日本全体でも少ないのでそういったところで薬局が率先して作っていくといったそういったところが評価された内容となっておりましたここであの今までこういろんな薬局があるっていうことを皆さんにぜひ知ってもらった中でその絶対地域に信頼できるような薬局であったりとか薬剤師があるので そこをううままく活用してもらいたいなっていたななののが、つのこうメッセージになりますで次はですね、まあ、これはもう今世の中全体で起きていて全く違う視点からなんですけども医薬品の流通が非常に滞っている現状があるということをちょっとお伝えしたいなっていう点ですでまあ本当に最近になってようやくいろんなメディアさんとか、まあ、テ,レビテレビでも開けられるようになっているんですけどもと、まあ、後発医薬品 といった医薬品がないもう欠品しているという状況からです、ね、と最近だと漢方薬であったりとかと先発医薬品の方も不足しているで、なかなかこう薬局に行っても薬があのもらえないとそういったものもあのだいぶニュースで見かけるようになったかなと思っております。 そもそもなぜこういった事態が起きてしまったのかっていうのをですね、まあ、なかなか薬局の人たちはみんな分かってるんですけど、まあ、世間の世の中にと,なとってはなかなか知られてない現状があるなっていうところで、まあ、少しお伝えできればなと思っています。一つはですね、2020年、医薬品メーカーの製造上の問題がこうの見つかりまして、まあ、そこからと出荷調整とそのメーカーが、とまあ 休んででねっていうところで出荷調整がかかるようになりましたそういったこう嫌メーカーの不祥事が一つのメーカーで見つかったら2社3社とだんだんと増えてって相次いでしまったことが一つの要因で薬の不足っていう事態が起こっていたっていうのがまず一つの原因。でもう一つがですねやっぱりと新型コロナウイルスの感染拡大の影響によってですねまさに今年がものすごいんですけれども。 需要が高まった薬がと全く入荷できない状況がこう出てきたというところです。一つは多分有名なところだとカロナールといった解熱鎮痛薬ですねであったりとか、か、ま、ぜ、あ、薬でいくと、ですね、まあ、痰を切りやすくするようなお薬とか、まあ、漢方薬も咳にこう効果があるようなと漢方薬とか、そういったものが本当にもう、 全く入荷できないと薬局でも病院でも入荷できない状況なのにこう処方が出ていてどうしようかとそういった状況が起きているというのがあります。でどれぐらいの出荷停止出荷調整の状況があるのかっていうのをちょっと調べてみたんですけどもこれは日本製薬団体連合会が出している、まあ、今年の12月に発表されたものなので非常に最新のものなんですけども調査対象ですね1万5000品目の医薬品がありまして まあその中の全体としては約3割、28.2%が出荷停止、あるいは出荷調整の状況になっていると。で、ジェネリック薬品でていくとですね、41%なので、もう半分ぐらいが、もう出荷停止、出荷調整の状況だというところと、あとはまあその他化の薬品ですね、これも12%なので、まあ、全体としてはやっぱり3割ぐらいがそういった事態に陥っているという現状があります。 でまあ、ここで何を自分が伝えたいかっていうのはですね、まあ、大きく3つかなと思っておりまして、1つ目はですね、薬局の薬の在庫の管理っていうものがものすごい大変で、と医師からの処方は出るのに、と薬はこうないと、ただ患者さんはそれが欲しいと、そういったところでものすごい間に立たされているとういうところで、まあ、ストレスが大,大きいのかなっていうところと、 もう2020年からなので、かれこれ2年近くこういった状況が続いている中で、まだ改善のメドが見えておらず、まだ2、3年ぐらいこの状況が続くと言われていると。こんな状況だと、ですね本当に正しい医療をこう届けられない状況がこう起こってしまっているっていうのがもう今の現状かなと思っています。で次がですねと 問題があった企業、確かに製造工程に問題があったっていうのはものすごい良くないことなんですけども、なぜそういった状況が起きてしまったのかっていうのは、やっぱ環境も良くないと思っている、制度上の環境ですね、良くない部分があるのかなというところです。でそういった製造過程の見直しであったりとか、まあ、欠品しているのに本当に命に関わるような薬が欠品するっていうのは良くないことはもう、 当たり前のことなのでそういった必要な医薬品の製造についてと、まあ、製薬メーカーだけではなくてですねと国の協力も非常に重要な部分なのかなと思っております。で最後になんですけれどもと、まあ、薬剤師としてはですねこの欠品医薬品の流通の不安定な状況をもうどうにもどうにどうしようもできないことっていうことはよく分かっているのでただですね、まあ、同じ医療従事者の方であったりとか まあ、ぜひ国民の皆さんには頭の片隅にでもこういった医薬品の流通が滞っていることをこう知っても,いてもらったらとまた違ってくるのかなと感じております。まあ、必要な方にですね、必要な医薬品がこう届く世の中に、まあ、当たり前の世界に戻りたいなというのが正直な気持ちでございます。すみません、ちょっと以上です。ありがとうございます。 あ,うあ、この中で、い、いっていいですか、じゃ、対談、あの、ディスカッション。はい、どうぞ。あの、後者からいきます、ありがとうございます。あの、非常に、あの、興味深いプレゼンを、あの、いただきまして、ありがとうございます。ありがとうございます。ま方からいきます。結構後者の問題って、確か根深いと思っていて、うん、まあ、あの、問題なんですけど、結構打つ手があんまり短期的にないというか。国、うん、としても、うん、情報発信をするとか、そういうのは結構大事だと思うんですけども。お金を突っ込めば、なんか解決できる問題でも、なんか、ないので。あ、この辺りって、こう、政治側,側から、何か、この情報発信以外に、どんなサポートができるんだろうって。結構 なんか悩ましいんですけども、なんかこう国会議員である私にできることは何かありますか、ね、<laughs> なかなか難しいご質問ですね。まあ、確かにその打つ手がないっていうのはものすごい分かっておりまして、まあ、やっぱりただ国民の理解を深めるっていうところでいくと、まあ、こういった YouTube とかでの発信とかも、まあ、小さいことですけども、こうやってやっていただけるのはものすごいありがたいことなのかなと思っております。で やっぱりですね同じ医療従事者もこのことを知らない方はやっぱりいらっしゃいますと、でやっぱ医師の中でもと薬局が入荷できないことが悪いんじゃないのって捉えてる方もちょっと中にはいらっしゃるので、そういった他の医療従事者のメッセージとしては、例えば行政とか国側がとある程度、と今こう注意喚起というか、何かレター的なものを出すっていうことはできるのかなとちょっと考えています。 まあそうですね。やっぱこの薬不足とか、やっぱ、あの、各方のお医者さんがやっぱり認識しないことは多分あると思っていて、まあ、なんかじゃあ28日分ぐらい出しておきますね、みたいな感じっていや、ないんだから、その薬みたいなのを絞ってほしいときに、患者さんが病院にのに行くんだと思ってから1ヶ月分くださいかわ <laughs> かりました、とか書いちゃうとか、でもそういうところについてまあなんかもう少しメッセージ出し,して、なんか業界全体で、あの、医療業界全体で対応していくってことが結構必要なのかなというのは非常に思いました。ありがとうございます。 あと、前者のこの薬局の努力っていうの、これ本当に多分なかなか見えないところがあるなと思っていて、私もあのご紹介いただいてもどれも興味深いんですが、僕なんか東京にいると、やっぱどこの薬局も本当に似たような、同じ薬局に見えて、いわゆる門前薬局みたいなのが病院の前にあって、もう大手持っていけばオートマティカになってくれてて、で、一応なんか薬剤師なんか AI でいいじゃないかみたいな、そういう議論にこうなんかつながっていってしまうというところはあると思うんですが、まずなんかちょっと大枠の質問として、なんかこういうあの独創的な取り組みをしている薬局さんっていうのは、どれぐらいの割合なんだろうと。 やっぱり9割ぐらいはそうは言ったってなんかねえみたいな思ったりするんですけど,体感,どうな体感としては2割程度だと思っております、うん、でもやっぱり薬局に求めるニーズっていうのが、まあ、薬が欲しいできるだけ早く欲しいっていう方もいればこういう地域の関わり、まあ、健康サポートを望むようなご高齢の方もいらっしゃるので。 まあこういった独創的な取り組みが一つに良いというわけではなくて、まあ、いろんな薬局がある中で、こういう地域との関わりをハブになって作っている薬局があるよっていうのを理解してもらえればなと思っています、うん、このなんか今後の見通しをしこの薬局っていうのは、まあ、まあ、2割ぐらいがこう独創的、うん、まあ8割が割いわゆる一般的な薬局で、うんうん、なんかこの数自体はなんかどうなんですかね、減っていくものなのか、それとも今の数をやっぱ維持していくのが望ましいのかっていう、全体感でいうとどうなんでしょう。うんうん <laughs> あ、ありがとうございます。おそらくですけれども、少しずつ減っていくと思います。まあ、なぜかというとですね、まあ、これは厚労省が出している、まあ、ビジョンっていう薬局ビジョンっていうものがあるんですけども、薬局はやっぱ門前からかかりつけ地域へっていう、あの、キーワードでですね、とビジョンを掲げているので、まあ、今までこう病院隣にあっただけのところが、まあ、どちらかというと地域に向けた薬局になっていくのが多分流れだと思ってます。 そらく、まー、あ、タって言い方良くないかもしれないんですけども、ももそらくこ門前薬局というのは、いろんなこう規制改革の過程でなんかこう生み出されたというのは私もちょっと勉強して知ってたんですけども。 薬局に対するこの役割っいうのは求められる役割が変わってきて、結局、そのもうお医者さんが処方箋書いてそれ出すだけだったら別にいらないよねみたいなあのその価値がなかなか伝わりづらいので、地域に密着するとか、薬局ならではの価値みたいなものあの出せないと、なかなかこう理解も得られなくなってくるんじゃないかなと思っていて、そしたら,らこういう薬局支援協会さんの取り組みとかがもっとよ伝わっていって、本来薬局ってこんな役に立つところなんですねというのが広まっていくと、私もいいのかなというのはすごく思います。いや、ありがとうございます。 でもあれやっぱそういう意味では厚労省とかとまあ連携していって、なんかこう、薬局に対しては結構どうなんですか、うん、なんか、そういう期待値みたいなものって、国からは感じるんですか、薬局さんとして。あそうですね、やっぱり今、国全体で社会保障費が増税して、財源をどうやって取っていくのかっていうところは、ものすごい軽いじゃないですか。そういった中で、薬局っていうのは、予防医療、予防にこう携わることもできますし、あとはまあ、ちょっと出しすぎている薬。 まあここをチェックする機能としてものすごい果たせるものが多いんじゃないかなと思っています。まあ、例えば、お薬が多く出ている方がいたら、今、薬の原薬といって、ですねまあこの薬はいらないよねというのを医学的知識の中で薬剤師が医師に提案するということは今現在で進んでいるので、そういった意味で、本来であれば必要な人に必要な薬ですけれども、必要じゃない人にも薬がこう出ている現状があるので、 そういったところに薬局である薬剤師がもっと介入していく価値っていうのは非常にあるんじゃないかなと思っています。そうですよね。だから結局、なんか一方でまあ門前薬局だと、やっぱりこのお医者さんの処方箋変えるなんて、基本、一見行為でとんでもないみたいな、なんかそういう価値観がやっぱりすごいあるんだろうな。<laughs> <laughs> まあ,あるんじゃないか、多分あるんだろうなと察しながらこう言っているわけですけども。<laughs> ありまっ,ちょっと切り離した方がいいですよね、やっぱりあるのと、本当に。 そうですね、私からは何もそこは言えないですけど、<laughs> <私> <laughs> お立場があると思いますの、ね、で、はい、これは,、ね、実際には僕らみたいな結構怖いもの知らずの政党で、僕らってあの、要は医師会とかと平気で喧嘩する政党なんですけど、ね <laughs> ああののしががらみないで、まやっぱ自民党さんとかって医師会とか長い付き合いもあって当然まあ薬剤師協会の方もあの全国比例出ててやっぱインナーいらっしゃるのでまあそういうのがやっぱこう意見を聞いていくとまあああいう業界団体の構図にメスいらないんだろうなと思うんですけどもなんでこれはまあ僕の一方的な意見としてはやっぱあのこうあの関係断ち切ってですねやっぱ薬剤師はダブルチェックをしてやっぱこう出してる薬とかいや病院行くのめんどくさいから一か月分出してとかって二十八日分と書いったのをいやこんなまとめて出すのおかしいですよねと要はやっぱ小刻みにしていただくとかそういうのってやっぱこうやっていただくと やっぱ国民の税の使い方っていうのももちろん税制されるし、うん、それはやっぱ健康という観点からも、やほんらにはこまめにしていただいて、ちゃんと様子見て薬こだしにしていくっていうのは正しいとか、いうことを、ねうん、や,やれるような仕組みになればいいなというふうには私は思ってますので、ありがとうございます。はい、医師会との戦いが、うん、もあるかなっていう一部に、ね、<laughs> 個人的には思ってます。ありがとうございます。<laughs> はい。ということで、ちょっとお時間をそろそろ、あの、来てしまったので、これ、あの、最後に音北さんの方に、あの、この制作ありかなしかっていう風な判断をしてもらうってうまあ、番組の趣旨がございますので、まあ、今日2つ提言いただきました。1つが、えっと、薬局のその、なんていうんですかね、その、プロモーションだったりとか、まあ、あの特徴的な薬局っていうのを、まあ、ちゃんと、 かかりつけ医に移行するという意味で推進していきましょうというところが1つ、でもう1つが医薬品がの流通が滞っているというところに対してその、まあ、医療業界全体として政治から何かメッセージが発信できるのかというところですね、この,この2つについて、あ,のありかなしかというところ、ちょっと音喜たさんからコメントとともにいただきたいと思いますが、いかがでしょうか、はい、えー、今日竹中さんからいただいた政策提案については、しっかりと取り組ませていただきたいと思います。 まあ本当にちょっと校舎とかね、なかなかこう政治が即座にできることっていうのはあの、多くはないので、申し訳ないところなんですけども、やっぱこう薬局とか薬剤師さんのあり方っていうのは、まあ結構その批判も出て AI で代々できるとか、やっぱ数が多すぎるとか中で、やっぱ独自のプレゼンスを発揮できるというところについては、もっともっとこう政治も主体的にコミットしていって、やっぱりお医者さんにただ従属してるだけじゃなくて薬剤師さんっていうのはこういうことできると。そしてあのモデルクエースをやっぱり横展開していくと、まさにあの薬剤師の協会さんが今まさにやってらっしゃるようなことっていうのを政治の世界からも何らかバックアップして とえ、そしたら多分僕は行政改革にもつながるという風に思ってますので、私がそういった観点も含めてですねえ。取り組んでいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。じゃ、最後に竹中さんからも一言コメントいただいてもよろしいでしょうか？いや、嬉しいお言葉ありがとうございます。まあ、こうやってあの政治家の方とですね。と1対一でお話しできる機会って、もう本当にないので、そういったところで意見を汲み取っていただけたのは非常に感謝申し上げます。 まあそしてまあ同世代で本当にご活躍されているのでまあ一緒にこう世の中をもっとよくしていきないなっていう気持ちもあの私にありますので <laughs> と引き続き頑張っていきましょうと思いましたありがとうございますはいということでえおときたしのそれ制作にします第八回、えー、ゲストが一般社団法人薬局支援協会代表理事の竹中高之さんでしたどうもありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました,ました次回お会いし,します。